ね、アーリアリおおかえりあおかええりりなさまあこれちょっとたたかなきゃいけないのね。 そうか、うん、ここにいたらね分厚くなるのにねアーリア <laughs> いね, <laughs> ねいたらいいですよね人にねこう分厚いやアーリアなんてそれこそ今重宝されみたいけなあの <laughs> どこでもできるじゃないですかアーリア無力でお金使っちゃってるから、ね、ああそうかアーリア高いのか、うん、まあちょっと今日名古屋戦のまあどういう戦うかっていうのはちょっと聞きたいですけど、はい、ちなみにこれ本当簡単ですけどまだ、あ、わかんないです無力はどこで使うイメージですかうんやっぱここのシステムは、要は四四に、それでも四三三でポジション変わってくると思うんだ だから日本、まあ、ここだったら、ここに使って。こういうのも考えられるよね。すごい攻撃的だね。うん、で、どんどんここの守備の負担がかかりそうですね。なんで。<laughs> いや、無理きって、こう、どう守備はするのか。いかんないだけど、まあ、その分ここもするから。うん。だから、そういう感じで、無理きは、じゃ、ちょっと攻撃に重きを置いてっていうような。選手を今まで置いてないから、ね、特別使用した選手は、うん、fc 東京は。はいはい、だから、そこに対して。 まあ、無力をしっかりと守備させるっていうのにも、多少なりともコンディションも関係で時間かかるんじゃない。いあ、いました。<laughs> すっげえ無力。こういうことも考えられないよね。うわ、まあ。カタカナで書くと面白いですよ。無力。<laughs> 無力って面白いな。<laughs> 何なんだろう。すごいな まだこれ早いよまだ早い YouTube 見たけどすごいよねこれどうなるのか ACL でもしっかり結果出してるしねアジアでは決勝トーナメントから出られるんですよね登録の予選リーグ6試合というのはもう締め切られてるんでねなんでねなんとか無力を ACL で見たいからなんとか決勝トーナメントというところがありますがさあその前に名古屋戦ですよ 名古屋戦帰ってきましたハデソン元気です駒野も元気ででですとということで、えー、橋もでも大丈夫な、ね、橋も大丈夫です。ということは一応番組上予想スターメンこうしましたからここからちょっといろいろ話を伺いたいんですけどね前回の鹿島ませんが一平さんが気をつけなきゃいけないところそのままやられてやれてしまいましたがで決めるとこ決めておけばっていうシーンもあっただけでね前半にね悔しいゲームでしたね。 者として今最も注目されているかな。<笑><笑>名古屋戦はどういう戦いになってどこがキー,キーになる戦いですかね。あのー、結構重たいゲームするんですよ名古屋とは。硬、ね、いゲーム？去年もね。うん、勝ててないもんな。まあオンゴールでやられたのだゼロゼロのゾロでそうなると名古屋のとゼロゼロっていうのはなんかこうお互いがお互い、はい、アクションを起こさないようなこう睨み合ったような、うん、どちらかというとあの今年の神戸戦の前半のようなサッカー。 お互いなんかこう中盤でのガチャガチャやるけど最後のところ思いいいっっきり入っていけななようなこれは何かやっぱまだ形ができていないからそうなるんですか自分のたちののチームだから今シーズンやろうとしていることと、うん、そこに関しては選手は頭で整理できていると思うんだけども、うん、去年まで培ってきたものの上にそれを今要求されているから、はい、どれぐらいの割合で去年のベースを出さなきゃいけないのかっていうところの、うん、ここでの差はあると思うんだ。 だからどうしても立ち上がりが重たくなってしまったりだとか硬、うん、いゲームになるっていうのは、まあ、これはもうある程度序盤はしょうがないのかなという中で、まあ、でもハデソン選手戻ってきましたのでちょっと、ね、話を聞いているとやっぱここ1位変わるのかなっていう <laughs> まあ期待しすぎも濃くでですすけどもどもこですかねまずシステムだろうねハデソンがいたこの春のキャンプの時は、うん、やっぱりこ,こ,でこういうコンビっていうのが多かったのね。うん、でここに対して梶山が こう競争させるような感じ、はい、どちらが行ってもサッカーやれるような感じでちょっとチーム作りをしてて、うんうん、で、まあ、軸はハデっそんと考えた時にこういうシステムともう一つこういうシステムだよね。ああ<ー>。ああベタこうやってこのシステム4三三の三三っていうのが前の三三っていうのは去年はこういうような形、うんそうね、だったけど今年はうでしたね、だったけど。 多分こうではなくまあこっちになるだろうなと前が開いてる状態だから昔カズマがいた頃にカズマサイドでプレスした時やった,あったでしょ、うん、ああいうのサッカーにちょっと近いのかなとその分ここがすごい運動量求められるんだよ、うん、元気な子たちが必要そそうそう,そうそう。だから趣味に関しても積極的に前からプレス行く行、うん、けば後ろスペースあるんだけどそこをしっかりここラインコントロールしてコンパクトにするっていうところ一応上空間とか理想はこっちなんですか ううでですすよねねどうなんですか、ね、うーんだから、ある先にずっとこれをチャレンジしたけどもこれは今までとまたやり方が違うやってきた4 3 3とは違うよっていうのを、うん、選手にすり込むためのところで時間を割いたのかもしれない、うん、だけど、やっぱりこれが多かったんだよねだけどゲームを見ると時間に引っぱり 4−4−2 と4 3 3を分けて使ってたのでここはもう併用なのか状況に応じての,、うん、おそのシステムなのか。 っていうなうな感じなんでね、うんはい、だからどっちがベースっていうのは正直今分からないしない,、うん、ないんじゃないかな。まなんとなく4四にでいきますかね今までの流れでいうと。まあケントどれぐらいの状況で戻ってこれたっていうのもあるんだけどここはねこういうのもあったのよここやってたのよへ<ー>今年の、うん、去年までこっちだったけど、うん、ここでここ無力で、ね、まあ無力であったりこういうところに阿部を持ってきて、まあ、川野、ね、で翔太翔也。 あ水沼浩太もその辺がまあって感じになるだろうね,ねまあそして、まあ、相手が名古屋ですよシモビッチが高いですシモビッチはでかいねこれまたサイドから僕名古屋の試合はまだ見れてないのであれなんですけどいやうまいんだよ <laughs> またシモビッチちゃんと足元もすごいですよねでヘディングの技術もやっぱりその狙ったコースに競りながら、うん、飛びながら狙えるっていう技術、うん、の高さで高さだけじゃなくて足元もしっかりでき,てる,できるから で小倉監督の今シーズンのサッカーというのがやっぱ当ててこう2列目が飛び出していく、うん、もしくは3列目3人目4人目までかかりましょうというサッカーに取り組んでいるので結構ワンタッチツータッチでボールを動かしてくるなおかつ前にちょっと早いサッカーになる可能性があるので、うん、そこはちょっとしっかり遅らせるなりそういうところで少し時間を作らせる。 守る側に余裕を持たせるらせるような守備、うん、粘り強さが必要になってくると思う僕の勝手なイメージだと名古屋ってシンプルにクロス上げて高い人に当てて落としてっていうでそれはやっぱり試合状況にもよるけど、うん、その終了間際の0ゼロだったり、うん、1>, 1点ビハインドのラスト15のパワープレイっていうのは十分に考えられるね、うんうん、でもそれ以上さらにこのちょっと縦のスピードが速くなってるいま長いがいたりだとか,かまあこの辺の2列目っていうのも技術高いし小川とかだったかな。 あともう少し気になるのはこ,こ、はい、イ・スンヒっていうのがいいんだけどここがちょっとね見てるとすごく躍動すんだよだから、ね、どちらかというと FC 東京で言う、うん、よねみたいな感じこれがねー2列目からもボンボンセカンドボール拾い高いところにどんどんプレッシャーかけに行くから、うん、こういうところで少し FC 東京の失点シーンなんか見ると攻め込まれる。 奪った奪ったボールをさあ行きましょうっていう時にまたかすられて,られてね<ー>でそこから崩されるっていうシーンが今まで何度かあるんだけど<ー>そういうのここのやっぱりボランチのセカンドボールに対する切り替え球際の強さのところでまず取られないことだね<ー>取られないというかまあやらせないっていうことあと。 森重選手がすげえいっぱい試合出てるんじゃないですか、ね、に？単純に言ったら考えられないぐらいの。そうですよねだけどやっぱそれってね代表に呼ばれてプレーするっていう,のはうかちょっとアドレラリン的なもの。も出るしやっぱ誇りであってやっぱそういうのがあってこの代表だからさか。じゃあ大丈夫なんですかで選選手手目線俺がもしこう選手だった頃ととかねそういうよういよなあれですると、うん やっぱ気持ちが結果が出てる分気持ちの部分でまあ十分カバーできる範囲だと思うんだそう,そうだねでも森重選手ん,んか疲れて、うん、今日重そうですねとかあんまないもんねすでにすごいのが、うん、ひょうひょうとやってるすげえなでなおかその中で今シーズンはやっぱり感情を出すようになったでしょ、うん、まずコイントスからああ <laughs> 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 それねいきなりのコイントス森重って言われて、ね、この間の代表戦でもね前のミスに対してガーってどなるシーンあったあ 悔しがるシーンっていうのも十分出せてるしそういう感情豊かになったっていう意味で今やっぱ充実してると思うよそうかうん疲れてるっていうのもあるけどそうと僕ね下道と森重だったら森重んか全勝してくれるんじゃないかな勝手なねまあ下モに対しての高さがあるか丸ちゃんをさこう抱えてさラグビーラグビーいっちゃいけないのかねだけどあの時もほら ACL の時は高さあるセンターワーでここここはもちろんだけど やっぱここで競ったボールを周りがいかに拾う,拾,う拾うかってことだと思うんだ。んいやだもんね、長いとか来られたらね、足入る、ね、なんかお互い2列目勝負な感じがしてきたなー、ーんなんか話聞いてると。でしょある程度押し込む中で、1回目の攻撃がだめだとしても、うん、そのセカンドボールを拾って、2次攻撃、3次攻撃っていう展開になると思うんで、このサッカーっていうのが。あと、やっぱり矢野騎士も含めて、高さあるんで、確かにセットプレー、センターバックも新外国人も、やっぱい強いんでね、空中戦。うん このの辺セットプレーでやられないこと矢野基礎やられてるからね、以前にね、ななんか東京戦活躍だよ本当に今回見てみたいのらクリアブのセカンドボールをハデソンに落としてっていうそのつなぎが何回見れるかっていうのは間違いなくここが出てくるんだったらシステムはどうであれやっぱボールを拾うっていうかここからここへのパス相手の入れてきたボールに対してここのパスっていうのは増えると思うんだよね、いつもと違って。繰り返す けどここはやっぱり絶対狙いどころなおやからするや。ここマークされちゃったらおしまだねここでうはもう絶対引っ掛けに来たいわけよ <laughs> <か>もしくはファールで止めてもいいぐらいの気持ちで来たよ、うん、ここに対するやだよ。なんかここが要は狙われるっていうのはある程度来てるんだったら察知して今まで通りにつなげるところとつなげないところっていうのをプレーはっきりするってことがすごく大切になってくるここは ここで、ね、うまくいかこのあと高層総練戦も大事だからいいイメージ持つとそのままここで勝つとねね、うん、ここで23点取ってさまた、うん、い手取れてないからポンポンといけるといいイメージで 2, 3点取って勝てたらいい感じになる気がするんだけどなこっち,もちょっと話が飛んじゃいますけど高層総練戦は最悪引き分けでもいいいい状態ですよね。<れ>負けたらダメだよねままあ、まあ 勝てなかかったから <laughs> ホームでここはで今勝ち点41勝1分けいっぱいでここから残りマックスで9点そうで、ね、だよね。すね。でも大体10はいかなきゃいと、ね、101は取りたいと思うんだ、うん、そう考えた時にはやっぱりこう7、うん、となったと考えると負けはダメだよねどっちが強そうですか郷曽とヒュンダイ。 あの、本来ホームでしょ。だって、そう、こっちでやるから。まあ、かで、思った以上に、まあ、あれもシーズン開幕前だったから。あ開幕してすぐだったから。うん、あの頃、向こうもまだチーム作りができてないと考えた時に。うん、あれぐらいやれたっていうのは。すごい脅威かもしれないけど。選手の中では、いいイメージ持ててると思うんだよね。うん、ボール前でやられた感はあるけども、やっぱ中盤でボールを持ったりして、もしくは。 前にやっぱすごい選手あとトップ下のところ、うん、向こうも確か4三3 3だと思うけど後ろからやっぱり後ろの選手にかけてやっぱりそんな大したことなかったんで、うん、いいイメージ持ってやれると思うんだホームでそうかそうかいやだからこの僕そのあの無力がレシーブ出れないじゃないですかだからリーグ無力使ってどっかターンオーバーでっていう時,代時期もやってくんのかなっていう気がう、ね、いやそうでしょうもちろん勝ち点7がねベトナムとええー なんだっけ<で>一番下のところ。えと斌尊、斌尊、斌尊と。とでちょっと頑張ってもらえばいいよね斌尊。で頑張っちゃうと並ばれないのか。いやいや、そう頑張ってもらいたいですようう、ね、頑張ってもらいたいですけど、うん、あなんかちょっと他から勝ち点取るのは難しいかの空気どうですか。いやだけど今回に関しては俺は十分にこの間のホームゼロゼロで勝てたゲームかもしれないけども一つ間違えたら危なかったっていう意味ではその反省を生かせる十分なアウェーだと思うんだ。うん 高戦は相手でもあのな中盤のラミ,ラミレスだっけだけどこの間のゲーム見てたらあれが本当アウェー用で用意したサッカーであればあのサいいんだけどホームでまた全然違うサッカーするんだったらねまた脅威だけど、うん、あのサッカーがベースだったりするとラミレス一つ入って変わんないよそうだねラミレスはずっとまあプレミアでずっと見てきたんでチェルシーにいる時でもどちらかって言ったらねこう。 器用貧乏というかどこでもやれるユーティリティな選手だけど彼が絶対的にゲームを支配するようなプレーをするかっつったらまたちょっと違うんでじゃあ前回の試合の反省だねまあそうだねっていうか反省ばっかりしてる気がするんだけどいや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 今日も反省しても今日言ってどうだった自分の反省はこれじゃあ今日の番組の反省ね あの V が多かったからあんま見てなかったよねぼーっとしてたよねそれに反省はないのその行為に対していや V が多いなと思っていやそうだけど疑ってくれたんだよ間性疑うわ我々のコメントに対して不安がってるっていうだよ反省をしたからいいってもんじゃないっていう気づいたなるほどそういうこともありだということでじゃあまあ今週2試合ありますから頑張ろう両方で勝ち点 ラまあ、ここが入って、どういうシステムでいくか。<laughs> そうだね、あれ、その代ってどうかだよね。八点六。八点六取りましょうよ。うん、ということで、えー、また来週ね、楽しい放送ができるといいと思います。皆さん、どうもありがとうございました。また来週です。ラ